みなさん、こんにちは、アンナでーす。ただいま、12月、なんか何いいもの、やだ、違う、そんなこと喋ってる暇はないんですよ。12月9日、やんない今日、12月9日、今17時45分なんですけど、この後、まあ、予定では今、一応18時に情報解禁の予定、で、こんな情報解禁のタイミングで、ご飯食べ始めるな。動画回してんだから。あと15分で情報解禁になるんですけど、この動画出てる頃には情報解禁されております。はい、お知らせです。っていうのを今からやるんですけど、改めてっていうことになりますね、動画だと。この度、ちょっと待っても。はい、私の新曲、花のようにという楽曲が、2023年1月6日金曜日から放送されます。アニメツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さんというアニメのエンディングテーマに決まりました。ありがとうございます。これ動画回してまだ情報解禁してないのにさ、今46分だからしてないのにもう泣きそうなんですけど、まあ結構前にもうこのお話が実は決まってて、アンナさんがエンディングに決まりましたっていうのが決まってたんですけど、もうちょっとやめてやめて、詰めとかないで、もう内緒に内緒にして、とにかくもう顔に出さないように、匂わせにならないように必死にこうね、情報解禁前の情報を守ってきたんですけど、ついにこれをやっとみんなにね、あと13分でみんなにお届けすることができるんですけど、ちょっと今日は情報解禁の様子を動画回してみようかなということで、で今13分前だから、結構情報解禁前の SNS 各 SNS 走る、何暴れないで。情報解禁前は結構 SNS 情報解禁する情報を間違ってないかなっていうのをちょっと今確認してて、さっきからずっとね、下書きを見ては書き直し、下書きを見ては書き直し、ああこれリンクつけてないなとか、これタグ付けしてないなとか、いろいろ見ながらって。で、実はファンクラブ、ファニコンというアプリでファンクラブがあるんですけど、そのファンクラブの方で、ちょっと早めにね、今日9日に情報解禁あるからみんな楽しみに待っててねっていうのを、お伝えしてたんですけど、ファンクラブの方で結構、ちょっとお知らせの時間が近づいてきてるんだけど、みんなどう反応するかなってドキドキしてるんだよねっていうのを、1時間前に投稿してて、ちょっと夕方っていうのしか言ってなかったから、みんな何時に情報解禁されるか多分ね、分かってないからね、みんな何時だ何時だってなってると思うんですけど、ちょっと待って、ちょっとツイッターの下書きを確認します。長いんですよ、めっちゃタイトルがね。ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん、で通称リ、ツンリゼっていうので、皆さんツンリゼっていうタグ付けをつけてね、ぜひぜひツイッターとかでつぶやいてくれたら嬉しいなって思うんですけど、なんかない、花のようにっていうタグもつけなきゃだそう、新曲花のようにっていう、今回書き下ろしをさせていただいたんですけど、ごめんなさい、ずっと携帯いじりながら喋ることになっちゃう、これ。でもしょうがない。もうね、泣きそうもう私、アニメの、もう、なんて言ったらいいか分かるの。すごいツヤツヤしてる。ツヤ肌だね。あと10分だ！どうする？変な手の組み方しちゃった。こっち側がいいな。ああ、どうしよう。ね、あと10分って結構長いよ。でも、どうする？踊る？踊る姫。B0 ってが可愛い。このアニメ、乙女ゲームが題材になってるんですけど、乙女ゲームの世界と現実の世界、こうちょっとつながっているっていうお話で、現実世界の声がある日突然乙女ゲームの世界のキャラクターに声が届いてしまったっていうと
ところからこう物語が展開していくんですけど、もうさ、あの私のファンの方は知ってると思うんですけど、私はもう重度の乙女ゲーム好きだしアニメ好きなんですよ。なんかもう初めての自分が担当エンディングを担当するアニメがまさか乙女ゲームが題材となってなってやばくないですか。どうするね、待って、まだあと解禁まで9分あるから泣かないでいや本当に嬉しくて、あのこのお話がアンナさんに決まりましたってマネージャーさんからあのお話があった時もうあの泣き崩れ本当ですかって電話で聞いたんですけど、本当ですかって泣き崩れたんですけども、それくらい本当に嬉しくて、で今回書き下ろしをさせていただいたんですけども、もうずっと幸せな状態なんですよ。いやもちろんあの曲を書いてる時って私すごいこう感情わーって溢れさせて書いてるんですけど、なんかもう止まらないよね。ねどうしよう、52分、17時52分あー待って、どうしよう、なんて言ったってね、ツンリズは声優さんも豪華なんですよ。もうちょっとお名前出していいか分からないからちょっと出さないですけど、出していいのか、ダメなこととかある、ダメだったらカットしてくれるかな、まあ、すごい豪華なんですよ。でもうどうするってなりながら、まだ自分の情報解禁の前に先に声優さんが情報解禁されてたりしてたんですよ、ツンリゼの公式ホームページで。私それ知らなくて、あの誰が声優を担当する、あのキャラクターの声を誰が担当するかっていうのを知らなくて、で調べて、情報解禁の日に調べて見て、震えたもんね、本当にねえ、53分になっちゃった、待って、ちょっと確認しよう。アニメのエンディングだったり主題歌だったり、アニメに関わるお仕事がしたいっていうのをここ1年ぐらい1年ぐらい続けてきて、私でなんかまさかねえアニメのエンディング決まりましたっていう情報解禁だと、多分誰も思ってないだろうから、ちょっとねどういう反応するかなって、ちょっとファンクラブの方にもうすぐです、小声って送っとこうもうすぐです小声SNS 全待機お願いします、震えてますって送ろう私ファンクラブにグループチャットがあるんですけど、そこにちょっと今もうすぐです、あ待って、もうすぐって送っちゃったもうすぐです、ここへ SNS 全待機お願いします、震えてますで今送ったら一人早い、みんなレッスが早いんだよファンクラブは、言われなくてもでございますって送られてきたいや本当にね、もう私ファンの子たちが愛おしくてたまらねえんだ、あーどうしよう、あと5分だで、やばすんぎなー花のように、あ違う待って、新曲言ってる場合じゃねえから、本当に花、なんかお花のさ何がいいかな、チューリップにしよう、下書き保存、緊張するちょっとファンクラブを覗こう、私もドキドキで震えてます、 SNS 全部同時に見える機能が欲しいやばい、もう解禁されるよ、解禁された、18時だよ、キャシャ解禁されている、載せます
情報解禁、新曲花のようにがアニメツンデレアクエグレージョリゼロとて実況の遠藤くんと解説小林さんにリンクテーマに決定しましたのストーリーをインスタグラムにストーリーを投下します。いきます。あー乗っちゃった。ツイッターも行こう。ツイッターも行きます。下書きから違う、こっちじゃない。待って待って、18時を過ぎてしまう。1分が短いね。とでもいきます。情報解禁、しげかなのようにがアニメツンデレ、取り付け時間がある授業者のことの手順です。お楽しみに、付け足しとこう。お楽しみに、追加します。あーどうしよう、情報解禁しちゃった。みんな どういう反応してくれるかなってさ、ちょっともう、こっちもだ。新曲が配信リリースされますもん、載せなきゃ。鼻をすすってる場合じゃないで。めっちゃみんないいね押してくれてる。お、 DM がすごい、 DM がすごい、 DM がすごいぞ、強い、すごいぞ、すごいぞよ。自分あ、ちょっとフォローしちゃおう。ずっとツンデレ、ツンリゼの、アニメ公式をフォローできずにいたんですよ。まだ情報解禁前だったので。いやー、どうできます。うわーうわーうわー、どうしよう。いやーイフン、あ、来てますね、皆さんから来てますね。ファンクラブがすごい、ファンクラブがすごいです。うおー、うわー、やばい、泣きそう、うわすごい、みんなおめでとう、おめでとうって来てる。おめでとう、おめでとうって来てる。いやー、もうどうしようっていう感じです。あ、来た来た来たツンリズのめっちゃ高い声出しちゃった。ツンリズの公式ツイッターに私の名前が載っている。あやばい、現実だ、現実だ、やばすぎる、やばすぎる、やばすぎるよ、どうしよう。あ、もううちのマネージャーさんも乗っけ、あ、マネージャーさんも乗っけてますね、乗っけてます、乗っけてます。あ、じゃあ全部いいね、ちょっと。アンナ念願の初アニメタイアップですって書いてある。そう、念願なのということで、オタクな私がずっとね、私夢の一つでもあったんですけど、アニメに関わるお仕事がしたいっていうのをここ2年ぐらい多分言い続けてきて、まさかエンディングテーマを歌える日が来るとは思ってもなかったので嬉しいです。はい、たくさんの人にこの曲とこのアニメを届けられるように頑張っていければなと思います。来年のね、1月6日から放送されます。で、私の新曲は1月13日に配信リリースされます。お楽しみに、お楽しみにだよ。はい、ということで、ちょっとね、 SNS もろもろチェックしてこようと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。アニメ楽しみに。